条のところまででちょっとご説明をさせていただくと、まずこのマントなんですけれども、これは実はイーヴィル選手の、コスチュームを作ろうと思って、ここからカスタムして作ろうかなと思ったんですけど、本当になんかもう純粋なマントというか、もう布みたいな感じで、まあ、ハロウィンの、グッズで売っていたもの、安く売ってたものを買ってみたんですけれども、まあ本当にハロウィンで使う感じみたいな、袖が通す場所がないので、本当にマント。いう感じなので、なんかバラエティ番組とかでこう服を隠してじゃんみたいな時とかに使うような、なんかそんな感じのタイプのものなので、まあ本当になんていうかイービュー選手ごっこイービューって可愛い、ちびっ子たちが言ってるやつなんですけど、イービル選手ごっこをしたいかなぐらいの、クオリティで良ければ、このハロウィングッズで結構こんなものもありますので、これ子供さん用のサイズも確か売ってましたんで、まあ、こういうものを活用してみてもいいのかなと思います。で、あとこの髪の毛なんですけど、これも自分はたまに派手髪に急にしたりするので、地毛でいけちゃう時もあるんですけど、まあ通常子供さんとかはなかなか髪の毛染めれないと思うので、これですね、ワンポイントエクステとかで検索すると、多分どこの通販サイトとかでも多分1本100円ぐらいで、100円200円レベルで購入できると思いますので、これ確かこれは100均ですね。このグラデーションカラーのやつは100均で、でちょっと足りなかったので、この紫だけのものとかは自分は買い足してると思うんですけど、こんな感じで一緒に結んであげると、結構クオリティがそれっぽくなりますので、まあメッシュ片側3本ずつでもとかでも結構それっぽくなるかなと思いますので、それでもう4、500、600円とかで済みますので、お子様のコスプレの時とかにはおすすめです。ですね、よりリアルな
イービル選手コスプレにするためにヒゲと眉毛を描きました。ちょっとヒゲもうちょっと手に描けばよかったかな。今あのコスプレっていろいろあって多分ヒゲもつけヒゲとかが売ってるので、よりリアルを追求したい方はつけひげをお買い上げになって使われるといいかなと思うんですけども、でポイントはですね、このもみあげから描くことで男性っぽさっていうか、まあ、ここからこうつなげて描くことによって不自然じゃなくなるように、まあもう私の顔に描いてる時点で若干不自然ではあるんですが不自然さをなくすためにここからちょっとずつトン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 っていう感じで、あとはまあイビル選手の実際のヒゲのラインに合わせて、描いてみました。で、一度眉毛を消してるんですけれども、ま、イビル選手全く一切眉毛がないわけではなくて、多分すごく細くピッと残しているので、ちょっとヒゲと同じ色でスッ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 と描いて、ちょっと少しぼかしたことによってよりちょっと本物の眉毛感を出したつもりですが、どうでしょうか。まあね、このぐらいの距離感で見ていただければだいぶそれっぽいかなとは思いますが、あとはプロレスラーの方は皆さんそうなんですけど、こう眉間にシワを寄せるとよりイービルだっていう感じでそれっぽくなるかなと思います。ではここからさらにちょっと VK というかゴスっていうかいう雰囲気にしていきたいと思いますので、これはまあ一旦オフしますけれども、このまま進めていきたいと思います。